大竹博氏は、埼玉県八尾市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。読売ジャイアンツ所属。浦和学院校2年夏に、全国選手権に出場したものの2回戦で敗退。当時は1学年上の坂本八太郎がエースだったため、登板機会なし。2年秋の関東大会からエースになるが、水戸商業に、初戦敗退。3年春は、 埼玉県大会で、東農大参考に赤敗3年夏の埼玉大会では、カスカベ競泳に9回表に島で3から1と、リードしていたが、味方のエラーで逆転され、埼玉大会ベスト8にとどまった。また、日本代表として、アジアトリプル A 選手権に出場した。2001年度プロ野球ドラフト会議にて、広島東洋カープから一巡目指名を受けて入団。 背番号は17。広島時代の大竹2002年、故障により一軍登板はなかったが、2003年日、軍発登板、初勝利を記録した。2004年は開幕直後は先発ローテーションの一角として5試合に先発したが中継ぎに回り、映川勝弘の不調によりシーズン途中から抑えに、指名された。43試合に登板して、防御率3.18。 17セーブ。2005年、先発ローテに定着し、リーグ最多の先発登板28試合、防御率5点台ながら、自身初となる2桁勝利、脱参進率は、リーグ最高。しかし、予死球、防空、冒頭、失点、実績点のワースト5巻となり、リーグ13年ぶりの失点が100を超えた投手となる。2006年、 開幕から6連敗。9月5日の対横浜戦では、8回西死まで一人の、走者も許さなかったが、内川聖一に、左前安打を打たれ完全試合を逃し、9回西死から、石井拓郎に、ソロ本塁打を打たれるが、自身2年ぶりとなる関東勝利。シーズン全体では、リーグワーストの13敗、非本塁打25。2007年は、 ワインドアップのフォームに戻し、新たにシュートを習得する。開幕前に勝てる投手への脱皮を宣言するが、5月には5連敗。9月23日の対中日戦でプロ入り初の完封勝利。シーズン通算で9勝、3年連続で規定投球回到達。2008年3月28日の開幕戦で、 初の開幕投手で8回を4安打1失点で勝敗つかず前半戦は5勝10敗7月31日のオールスターに同僚のルイスの代役で初出場2回に安打無失点後半戦はチームで唯一ローテーションを守って4年連続の規定投球回に到達し最終的に9勝12敗2009年新たに覚えた チェンジアップを武器に4月28日の対巨人戦で開幕初完封、初勝利。この試合から5月31日の対楽天戦6回途中までセリーグ歴代6位となる43イニング連続無失点を記録し、笹岡真嗣の持つ30イニング連続無失点の球団記録を更新。5月は月間4勝0敗、防御率0.51の成績で、 自身初となる月間 MVP を受賞した。前半戦を6勝4敗で、ファン投票、選手間投票ともに1位で、オールスターに選出、地元広島で開催された第2戦で先発する。10月10日のチーム最終戦である、巨人戦でプロ入り初の無支給完封、4年ぶりに10勝に到達。同年、巨人戦での完封勝利は、 大竹の2回の他には、横浜のスティーブン・ランドルフが1回あるのみだった。防御率2.81、投球回185.2。2010年、春季キャンプ中の2月15日に、自己最多の270球の投げ込みを行って、右肩に違和感を生じたため、一軍昇格は6月1日となり、同月12日の対埼玉西部ライオンズ戦で、シーズン初勝利。 同月26日に右臀部にくばれで出場選手登録抹消され、右肩痛の再発もあってシーズンの残りを二軍で終えた。三試合登板で一勝五年連続で続いていた規定投球回数到達も途切れた。2011年3月28日のウエスタンリーグで9ヶ月ぶりに対外試合に登板した。 5月21日の対オリックス戦で1年ぶりに登板。同月28日の対日ハム戦で稲葉厚式の打球を右手に受け途中降板。右手小指の粉砕骨折と診断される。10月1日の対巨人戦で約4ヶ月ぶりに復帰し、同月23日の対阪神戦で1年4ヶ月ぶりの勝利投手となり、最終的に6試合登板で1勝1敗。 2012年5月12日の対中日戦では、右肩故障以降最多の128球を投げ、6月5日の対日本ハム戦で通算戦投球回を達成した。前半戦を6連勝で、監督推薦で3年ぶりのオールスター出場。自身最多の11勝を挙げ、2年ぶりに規定投球回数に到達し、セリーグでは、 平野圭一以来4年ぶりのカムバック賞を受賞した。オフのサムライ・ジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表の日本代表に選出され2試合3回無失点。同年1月に NHK 静岡のキャスターコーブ・アンリと結婚することを発表し12月に挙式。2013年4月14日に国内 FA 権を取得。 監督推薦で出場したオールスターゲームでは第3戦で3回を1安打無失点に抑え関東賞を受賞9月30日の対巨人戦で2年連続の10勝チームでは26年ぶりに2桁勝利投手が4人出た10月16日巨人とのクライマックスシリーズの初戦で先発し6回4安打に失点で同点のまま降板しその後チームは 逆転負けで大竹に勝ち負けはつかず、オフの11月12日に国内 FA 権の行使を表明、2013年11月25日に読売ジャイアンツへの入団を表明し、12月5日に入団会見を開いた。背番号は広島時代と同じ17に決まり、背番号くらい勝てるように頑張りますと宣言した。 推定総額5億円の3年契約となった。2014年3月30日の大阪神戦で遺跡後初登板で先発7回途中を2失点として打っては自身初の1試合3安打で試合は12対3で勝利し遺跡後初勝利を挙げた。4月26日の対広島戦では5回0、3を投げて4失点だったが、 味方打線の援護に助けられ、試合は11対5で勝利し、大竹が勝利投手となり、NPB 史上15人目の全球団勝利を達成した。シーズン通しては中日から一人で6勝を挙げ、同カードでの勝ち越しに大きく貢献した。9月初旬に右肩を痛め戦線を離脱し、規定投球回には到達できず、阪神との CS でも投板はなかった。 一軍での最終成績は9勝6敗で、自身にとって初となるチームのリーグ優勝に貢献した。2015年は不審で、シーズン中盤の3ヶ月間に軍落ちし、一軍成績は3勝4敗だった。2016年は、キャンプで肉離れを発症し、出遅れ、シーズン初登板は5月26日の広島戦となる。6月2日のオリックス戦で、 初勝利し、先発ローテを守り続け、7月30日のヤクルト戦では通算1500投球回を達成。8月20日の阪神戦では2009年以来となる7年ぶりに試合2桁脱三振。また9月28日の中日戦では8年ぶりとなるリリーフ登板をする。投球回は2年続けて100回を下回る。 一軍での最終成績は6勝6敗だった。3年契約が終了し、推定年俸7000万円で契約を公開した。2017年は、開幕3戦目の中日戦に先発して初勝利、5月上旬までに4勝するが、8月6日の中日戦での6回途中4失点の当番以降、一軍当番がないまま終わる。一軍成績は四勝四敗だった。 オフに1750万円減の推定年俸5250万円で契約を公開した。2018年は4月の初登板の中日戦では先発して白星を挙げたものの次週の DNA 戦で初回に日本の本塁打を打たれるなど5失点を喫し負け投手になると2軍合格し以降2軍では 先発投手として、ローテを守り9勝を挙げたものの、一軍昇格はなくシーズンを終えた。一軍成績は1勝1敗だった。本人としても、首を覚悟していた状況であったが、減額制限後への50%ダウンとなる、推定年俸2625万円で契約を公開した。二千十九年は、六月三十日のヤクルト戦で、中継ぎ登板し、 シーズン初勝利した。8月12日の広島戦で、中継ぎ登板し、勝利投手になり、シーズン3勝目を挙げた。これにより、プロ通算100勝を達成した。最終的な一軍成績は32登板、4勝、0敗8ホールド、防御率2.77で、自身2度目のリーグ優勝に貢献した。阪神とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、 中継ぎで3登板し、3回に3を投げ、無失点の防御率0.00で1勝0敗1、ホーレドだった。初の日本シリーズでも中継ぎ登板したが味方の、失策が絡みアウトを取れず3失点し1登板0.0回を投げ0勝1敗で終えた。オフには、エネオス侍ジャパンシリーズ2019、日本 VS カナダ及び、第2回、 WBSC プレミア12の日本代表に追加選手として選出された。プレミア12では3登板で2回無失点防御率0.00の成績で日本代表の優勝に貢献し自身初の国際大会での優勝を経験した。オフには2375万円増の推定年俸5000万円で契約を公開した。二千二十年 7月19日の DNA 戦に1点ビハインドの8回から、登板し、直後の9回に味方が3点を挙げ逆転し、シーズン初勝利を挙げた。主に7.8回の勝ち試合のリリーフを担当し、終盤は2軍調整になった。成績は29登板、1勝2敗16ホールド、防御率2.59で、自身3度目のチームのリーグ優勝に、 貢献2020年の日本シリーズでも2試合に登板した。オフには500万円減の推定年俸4500万円で契約を公開した。2021年は開幕1軍に選ばれるものの、右膝の状態が悪くシーズン途中で1軍から離脱、リハビリを続けたもののシーズン終盤まで復帰できず、10月22日に現役引退が発表された。 10月24日のヤクルト戦で引退試合が行われ、自身は8回裏に登板。ドミンゴ・サンタナと対戦し、5球べてを内角へのシュートでバットをへし折り、夕頃に打ち取って降板。試合終了後は、巨人ナインに5度胴上げされ、翌日引退会見が行われた。11月5日に引退の原因にもなった、右膝半月板の手術を受けた。 2021年11月15日、巨人の巡回トレーニング統括補佐に就任することが発表された。平均球速約時速 143km、最速時速 150km 超の速球と、プロ入り前から投げていたスライダー、時速 90km 台のカーブ、右打者の懐をえぐるシュート、2009年に習得したチェンジワップなどの球種を持つ、 プロ入り当初は、威力のある速球で三振を奪う一方、四死球や冒頭による失点を重ねることでなかなか、白星がつかなかったが、シュートとチェンジアップを覚えたことで投球に、幅が出て、安定感を発揮するようになり、肩の故障から復帰後は打たせて取るピッチングも、できるようになった。相性は、ひろしちゃんなど、真面目で優しい性格であり、 チームメイトからの人望も厚い。巨人投資コーチの宮本和知は、地には厳しいが、投手人の心の和シ素的な存在と表現している。大のラーメン好きで、ラーメンマンの異名を持つ。2013年の巨人との FA 交渉の際は、当時の球団代表から、ラーメンの本が送られている。ありがとうございます。